電光暗示は日本の競争馬主な勝倉は2015年のアルテミスステークス、2019年の福島品馬ステークス、2020年の愛知杯。場名の意味は冠名とフランス語で天使。10月3日、阪神競馬場の新馬戦。安城は川田省宮城でデビュー5着に終わる。続く10月17日。 京都競馬場の未勝利戦で一着となった。そして10月31日、初の遠征となった東京競馬場で、アルテミスステークスに、重賞初出走。安城には気乗停止の川田から田辺博信が、起用された。単勝オッズ82.8倍の12番人気の低評価ながら、上がり3波論最速の33.3秒の末、足を繰り出し、2.2倍の1番。 人気メジャーエンブレムを首さかわし重傷発生派。12月13日には阪神ジュベナイルフィリーズで初の GI 出走。前走を下したメジャーエンブレムが単勝オッズ2.5倍の1番人気で、それに続く7.4倍の2番人気に支持される。後位から進出を狙うが伸びをかき7着、メジャーエンブレムが優勝した。その後、春のクラシックに向けて、 長期休養に入った。休み明けは3月5日のチューリップ賞で始動5着に終わったが、次走はクラシックに参戦することとなった。その後、歌唱10着、優秀品馬9着と盆走が続く。その後、秋に向け休養に充てられる。秋は、ローズステークスから始動安状は、内田博之に乗り換わり、4着。しかし、本番の週歌唱で9着に終わる。 その後、松山公平に乗り換わり、エリザベス女王杯に出走、小馬との初対決となったが、11着となり、休養に入る。春は、阪神頻馬ステークスに、エビナはサヨしを背に参戦、7着に終わる。その後、秋山慎一郎で参戦するも4着に敗れた、福島頻馬ステークスを挟んで、エビナを安城に戻し挑んだ、ビクトリアマイルでは、 単勝オッズ67.9倍で11番人気という低評価を覆して1着のアドマイアリードと一馬身1、4差の2着に滑り込む。その後3番人気の高評価で出走したエプソムカップでは8着に沈み、その後府中品馬ステークス8着、2年連続出走のエリザベス女王杯は13着と奔走する。しかしターコイズステークスで3着に滑り込む。 二着となった、ビクトリアマイルと、同コースの東京新聞杯から指導し四着、福島頻馬ステークスで三着となり、望んだ、ビクトリアマイルでは十二着に沈む。その後オープン競争に出走するも凡走が続き、前年に三着となった、ターコイズステークスに、エビナから柴田義富に乗り換わって、出走、13番人気の評価ながら三着に潜り込む。 中山品バステークスで復帰し、道中は後方で足を溜めて、最後の直線で大外に持ち出したが、0.1秒差及ばず4着。4番人気で柴田義富と共に出走した福島品バステークスで優勝。アルテミスステークス以来3年半ぶりの重賞2勝目を挙げた。しかしその勝利をステップアップに臨んだ。ビクトリアマイルは12着と沈む。 その後休養し、カシオペアステークスで復帰、上がり、最速を繰り出すも4着、続く、福島記念、ターコイズステークスと、連続6着となる。7歳になっても、現役を続け、小倉競馬場で行われた愛知杯は9番人気の低評価の中、トップハンデをものともせず4コーナー手前から徐々に、進出して、直線員を突いて抜け出し優勝。 重症3勝目を飾る。雪の中行われた中山品馬ステークスは0.2秒差の4着。前年制した福島品馬ステークスは2番人気となるも13着と惨敗。その後、7ヶ月休養し福島記念で復帰5 6ラムと実質トップ半出ながら4着と検討。続く中日新聞杯は柴田義富の骨折により、 吉田ヘア人に乗り換わるが16着と惨敗した。明け8歳となった2021年の初戦として、連覇がかかった愛知杯に出走したが6着。エビ田正マサヨシに乗り換わった小倉大商店では5着。3月の中山頻馬ステークスでは6着と赤敗が続いた。その後、4月24日の福島頻馬ステークスに出走を予定していたが、両講師の違和感のため出走を回避。 5月7日付で競争場登録を抹消し現役を引退した。引退後は北海道浦河町の三島牧場で繁殖入りする。以下の内容は ntkeiba.com e の情報に基づく。ありがとうございます。